イスラム協力機構は、イスラム諸国をメンバーとして構成され、国際連合に対する常任代表を有する国際機構。公用語はアラビア語、英語、フランス語。かつてはイスラム諸国会議機構という名称であったが、2011年6月にカザフスタンのアスタナでの会議で、イスラム協力機構への変更と文章が決定された。イスラム諸国の政治的協力。 連帯を強化すること、イスラム諸国に対する抑圧に反対し、解放運動を支援することを目的とする。加盟国はムスリムが国民の多数を占める西アジア、北アフリカ、西アフリカ、東アフリカ、中央アジア、南アジア、東南アジアなどの57カ国、オブザーバーが5カ国8組織からなり、世界13億人のムスリムの大部分を代表する。加盟条件としては、 国内でムスリムが大多数を占めることを必ずしも条件としているわけではなく南アメリカのいくつかの国のようにマイノリティとしてある程度のムスリム人口を抱えているだけであっても外省会議における審査で承認されればイスラム諸国の一つとして気候に加盟することができるイスラム教徒が多数派を占める国はほとんど参加しているがイスラム教徒比率の高い国のうちエチオピアと タンザニアが加盟していない。イスラム教徒人口の多い国で言えば、インドや中国も加盟していない。逆にイスラム教徒比率の低い国では、ガボン、ウガンダ、スリナム、ガイアナなどが加盟している。3年に1回、首脳会議が行われるほか、年に1回の外相会議によって、気候の主要な政策を審議し、その採決は、 世界人口の5分の1を占めるイスラム世界全体の共通の意向として国際社会に対する影響力を持つ。ただし会議における決定は加盟国の多数決によらないため重大な案件に対しては全加盟国の承認できる程度の恩恵で接中的な決定を下す傾向がある。このため加盟国同士の紛争やアメリカの対中東政策の 用に加盟国間の利害が一致せず対応が大きく分かれる問題に関してしばしば国際機構として有効に対処できないことが欠点となっている。サウジアラビアのジッタに常設の事務局が置かれ、いくつもの常設委員会や特設委員会、補助機関、特別機関などを持つ。付属の専門機関としてイスラム開発銀行、イスラム連帯基金、イスラム教育、科学、 文化機構、国際イスラム通信機関などを持つ、イスラム諸国会議機構は、1969年8月21日に、エルサレム症候群を発症したキリスト教福音派の、オーストラリア人、デニス・マイケル・ロハンによって、エルサレムの聖地あるイコールアクサーモスクが襲撃された、事件に対する抗議運動の盛り上がりを受けて、9月25日に25カ国の首脳が参加して、 モロッコのラバトで行われた第一回イスラム首脳会議で創立が決議され、翌1970年にジェッタで行われた外相会議で会合の定期化と常設事務局の設立を決定。1971年にマレーシアの初代首相アブドゥルラーマンを事務局長として事務局が開かれて正式な国際機構となった。設立当初の目的はパレスチナや 第三世界の解放運動と結びついており、1974年の第二回首脳会議は、パレスチナ解放機構のヤーセルアラファとも演説し、第四次中東戦争を契機とするイスラムアラブ、三有諸国の結束を反映して、イスラエルの占領地からの撤退要求と、イスラム諸国の経済開発推進を謳った、ラホール宣言を採択した。1979年には、 エジプトのサーダーと大統領がイスラエルと和平を結んだことに反対し、同年の外相会議でエジプトの会議参加資格停止とパレスチナ国家の首都をアルクドスであるとする宣言を決議した。1 9八十年にはアフガニスタンでの共産主義勢力クーデターをきっかけとするソ連の軍事介入に反対し、アフガニスタン人民民主党政府の資格停止を決議するなど一致した行動もとったが、 同年に始まるイラン・イラク戦争ではスンナ派とシーア派の宗派対立もあって仲裁に失敗。イランが一部加盟国のイラク支援に抗議してボイコットするなど、1980年代には加盟国間の亀裂が深まった。1990年にはイラクのクウェート侵攻に関し、外相会議でイラクの即時撤退を要求した。1990年代には再び結束して、 ボスニア内戦におけるムスリム勢力を支援したり、ソ連撤退以来続くアフガニスタン内戦の仲裁、中東和平破綻後のイスラエルのパレスチナ人抑圧に対する非難などを行った。一方、アメリカの中東政策に関しては、90年代におけるアメリカイギリスのイラクに対する空爆に対しては抗議を行ったが、アメリカ同時多発テロ事件は非難して、 アフガニスタン戦争を事実上黙認し、イラク戦争に対しては非難する国と積極的に協力する国に分かれ、共同補助を取ることができなかった。戦後のイラク復興に関しては、イラク統治協議会を承認し、2004年に占領当局から主権以上を受けるイラク暫定政権の支援を決定したが、他国籍軍への参加を含む具体的な支援については、 統一見解を決定していない。マレーシアの行政首都プトラジャヤで2006年8月3日、危機的状況が続くレバノン情勢に関する緊急首脳会議が開催され、マレーシアが OIC の議長国を務めた。2008年3月13日にはセネガルの首都ダカールで第11回イスラムサミット会議が開催された。2011年リビア内戦ではカダフィ政権を非難して、 飛行禁止空域設置を呼びかけ、リビア連絡調整グループに加わる。シリア内戦では、アサド政権の参加資格停止を決定し、し、2015年イエメン内戦では、風刺を非難して、サウジアラビア主導のイエメン介入を指示した。2015年12月15日、OIC の本部を置くサウジアラビアは、OIC の条約を根拠に、イラン、シリアなどを除くイスラム圏34カ国と、 タイテルを連合イスラム軍事同盟を発足させた。初代最高司令官には、前パキスタン陸軍参謀長のラヒール・シャリーフが就任した。加盟国加盟候補国オブザーバー資格停止国年は、加盟年以下、参加組織名、参加年の順。ありがとうございます。